現場の所見においては決め手はない。サフィー・ファヤードの精神状態に関してさらなる調査が必要。結論を出すのは早計だが、もし自殺でない場合、怪しいのは被害者の友人モーゼス・マーフィー。おそらく奴が犯人だろう。モーゼス・マーフィーに挨拶しておかないとな。まだ会ったことがないような話し方。まさか昨日のアルダーマンだ。一体なんで現在に。マックス、こいつはまずいぞ。時間の流れが歪んでる。死後に現場から何かが持ち去られた形跡がある。母親が言っていたカメラか。ここから離れよう。思った通りだな。犯人は犯行現場に舞い戻る。よく言ったものだ。この私を欺けると思ったか、このクソガキめ。甘かったな。意味がわからないんですけど。なんだと。意味がわからないだと。それは私のセリフだ。望遠鏡が一人でに組み上がったり、物が勝手に消えたりはしない。説明してもらおう。何をした、マックス・コールフィールド。言わないなら、うん？あれは。ま、助けようか。私のせいだ、モーゼス。助けられたのに。それは違う。あの刑事はこの場所に飲み込まれたんだ。モーゼス、髪が。ごめんね、あなたを巻き込んで。きっかけはサフィーだ。彼女の死の真相が分かれば全てを防げるかも。だからずっと調べてた。一日中スパイみたいにコソコソといろいろ調べてた。待って、サフィーはマヤの話を君にした。そう、この事件はマヤと何か関係が。マヤ誰か。
僕が入る前の話だから。岡マヤ？でも岡だっけ？当時サフィーを受け持ってた。うわあ、グエンか。話を聞かないと。ちょっと関係が。あれ、拳銃拾うのかと思ったけど拾わなかったね。震えが止まらない。アルダーマンは確かにあそこにいたのに消えてしまった。モーゼスも私もすぐそばにいたのに。でも私は消えてない。ちゃんとここにいる。大丈夫。うん、今のそのアルダーマンの。よし、グウェンと話してマヤのことを聞き出してみよう。ついでにどうしてサフィーの出版契約を妨害したのかも。アルダーマンが消えてしまった。あの現象は一体何なんだ。結局アルダーマンはどっちの世界からもいなくなっちゃったのかな。でも結局マックスの能力によって起きてしまった現象ではあるんだろうな、きっと。でモーゼスが頭の整理をしたい。うん、ちょっと聞きたいことがある。君が別の時間軸にいるとき僕からのメールは受け取れるのかな。受け取れてるね。あれできてなかった。なんかできないんだ。おい、ルーカス、どうした？ルーカス、サフィーはあなたに感謝してたって言ってるけど、お母さんは顔には出てませんでしたよってマジレス。アマンダ、いいじゃん。私は疲れた太陽で眠たい月でヘトヘトの日の出かな。ほう、わからない。太陽星座って初めて聞いた。月星座、上昇星座、この単語を初めて聞いたわ。そもそも とりあえずモーゼスが理解してくれたのかな。この辺変わった気がするな。親友から、違う、私の知り合いから、私の友達に変わった気がする。気のせいか？アルダーマン死んだ？死んだと捉えるにはまだ早い気もしないでもない。日記、信じられない。きっとアルダーマンを救うこともできたはず。そうだよね、もう少しだった。モーゼスがあの時、うん、モーゼスは私の命を救ってくれた。私たちは二人とも何が起こるかなんて分からなくて、モーゼスはとっさに行動しただけ。最悪の結末から救い出される側になるのは久しぶりだな。あの時モーゼスが割って入ってくれなかったらどうなってたかわからない。九死に一生を得るような体験で、モーゼスとの絆は深まった。あ、モーゼスは大丈夫かな。どうか気に病んでませんように。ちょっと周りを見回して、探索じゃないや、グウェンとこ行くか。若い頃だったらこれで尖った写真を撮ろうとしたかもね。
私は紙ストローも嫌いじゃないけどね。うん。紙ストローって最近見ないな。どうなったんだあれ。ローファイな感じのサウンドが BGM にぴったり。名曲だね。うん。あ、あった。ドーン！宇宙船が公園のど真ん中に落ちて、ハッチからこのエイリアンが出てくる。学生映画でそんなの撮る予算ある？予告編を撮るだけですから、昔ながらの特撮でやればコストカットできます。ちゃんと考えてるんだね。それにしても気合入ってる。やるならとことんやらなきゃ。ダイヤモンドに新作映画の話を聞きたかったんだ。彼女がモーゼス以外のことではしゃぐ姿は貴重だからね。うん。ごめんなさい、吹き替えというかセリフ喋ってる間、薬の瓶が倒れちゃった。変な音が入ってたかも。ミーティングトゥモロー。ミーティング？どこで？何を？ずいぶん緩いな。楽しんで。うふん、ルーカスね。オードリー、キムはどうしたんだろう。本当に全然連絡がつかないんだから。そっちはどう？ダメ、電話にも出てくれないし、拒否されてるのかも。一度中庭で見かけたけど、逃げるようにどこか行っちゃった。キムらしくないよね。最後に話した時、外に出たくないって言ってた。落ち込んでるのかも。私には忙しいって言ってた。いろいろと頑張りすぎなんじゃない？キムには何でも話せる友達が必要だよ。知性の釣り合う友達がね。すかしたピエロみたいじゃない友達がね。ふん。そうだ、キムが喜びそうなプレゼントを送るのはどう？うーんって何よ。プレゼントなんかで気持ちが伝わる？そんなだからキムも落ち込むんだよ。彼女の好みも知らないから。しっかりしてよ、揉めてる場合じゃない。キムを元気づけないと。そうだね。あ、バラを送るのは？バラが嫌いな人なんていないでしょ。まあ手堅いんじゃない？喜んでくれるかもね。でも安直すぎない？適当に選んだとか思われたくないし。それもそうね。ちゃんとリサーチしてキムに完璧なお花をプレゼントしましょう。キム、キムって名前も SNS で何回か見かけたか。間違いない、グエンはマヤのことを知ってる。噛まれないようにしないと。え、ヘビが行方不明です。リオーニ、毒とかないよね。残念だけどチェスター、問題発生だよ。逃げ出したのはニョロ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 。あ、そうだ、これもあった。お話を聞かせてくださいか、よく言うよ。すごいな、これちゃんとよく見たけど、血が、血痕がついてんだマイクに。サフィーが助手をしてた教授のか、
この学生をこき下ろすのが好きらしいけど、 F はさすがにひどいね。マーティン・ハート。いや、書き換える。教え子の手助けをしてあげてもサフィーは怒らないよね。書き換える方がいいのかな。あんまりあんまり、まあでもこれ超能力を使って改変したするものじゃないからな。いやでもわからん、その F が妥当かどうかがわからん私には。まあ、たまにはいいか。もうパスワードがないと成績をいじれない。あら、見つけるのは無理か。ってことは、グウェンが質問に答えてくれるといいけど。すごい。フォローしてみようかな。なんだ？ハンター教授に連帯を。あー、教授を支持することが目的の SNS のアカウントか。ドナー&ブリッツェンってそういう意味なの？サンタってトナカイに尖った名前つけるね。どういう意味なの？で、かけ忘れたと。なるほど。マーティンは A か。やっぱりね。サフィーならそうすると思ってたよ。じゃあ A がいいんだな。で、かけ忘れたと。パスワードは？わからなさそうだな。うわ、グウェンの立場は相当危ういね。うん。うわ、グウェンの立場は相当危ういね。これはさすがにやりすぎじゃない？なんでテーブルに座ってるの？スパイス入りのラテはありね。エッグノックはなしで。これ向こうにもあったな。デカフェしかないの？よりによって今週。これはもう間違いなく暴動に発展するね。親愛なるアナベル、今私は前線でこの手紙を書いている。今年のクリスマスは
惨敗だ。宗派を問わない冬の音楽。ノレッタ、熱心なのは立派だけど、もっといい方向に努力してくれたらな。ねえ、ロレッタ。ああ、マックス先生。どうも。ポッドキャストの作業をしてるの？ええ。80年代に西ドイツで起きた連続殺人を調べてるんです。ほら、とある病院で。あ、続きはポッドキャストで。怪しい。まあともかく、またね、ノレッタ。怪しすぎる。ノレッタ、熱心なのは立派だけど、もっといい方向に努力してくれたらな。なんでこんなに不用心なの？私みたいな人もいるんだから気をつけないと。芸術学部はいろんな方向から自己表現を追求させてる。カレドンのいいところだね。マスクだって。うわ、これって、言っちゃ悪いけど、不気味すぎ。確かに誰でもできることじゃないよね。あ、これ学力ってことかな？管理といけそうだが、パスワード教えてくんないかな。過去の自分にとらわれず、なりたい姿を思い描く。それが成長。このままじゃいけないのは分かってる。ただ苦労してようやく入れたし、ちょっと嫌なこと言われたくらいでやめたらもったいない。でも私が声を上げなくてどうするの？他の人がリーダーだったらもう少しいろいろマシだったんだろうけど、どうかな。入れたってアブラクサスのことかな。このままじゃいけないのは分かる。あ、一緒だ。ただ苦労してようやく入れたし、ちょっと嫌なこと言われたくらいでやめたらもったいない。でもあれ、早送りとか声を上げなくてどうするの？できないか。他の人がリーダーだったらもう少しいろいろマシだったんだろうけど、どうかな。入れたってアブラクサスのことかな。パスワードないです。ロックバンドとか関係あんのかな。え、ドナー&ブリッツェンってそういう意味なの？サンタってトナカイに尖った名前つけるね。誰がサフィーのレシピをチェックしたのかな。多分サフィー本人じゃないよね。ここには知ってる人が全然いない。
ルーカスったらバレバレだよ。これはクリスマスキャロルからの引用でしょ。学生がこんなことしたらルーカスは切れるくせにね。ルーカスがこれを引き受けたなんてね。ああ、ルーカスをいじる動向ってやつか。パスワードゲットできず、もしかすると管理棟かもしれない。あれ？こっちか。A にしといてあげる。頑張ってたから。ん？書き換えた？書き換えたっぽい。パスワードは。パスワードが分かんないと無理って言ってたけど、分かったらしい。グウェンのオフィス、とにかく話を聞いてみよう。こっちは普通に働けてるんだな。私と違ってハイセンスだよね。レトロな感じいいね。いけてない私には縁遠いジャンル。よみがえった。よかった。アブラクサスがサフィーに用意したバラ、親愛なる教授へ。ハッピーホリデー。ハッピーなホリデーにはならなそうだけど。サフィーが受け持ってた学生からかな。お悔やみ申し上げますと。ふんふんふん。名前は書いてないね。学生の写真1枚にコメントするだけでも大変なのに、この量の採点は私には無理。一旦向こうにも行ってみるか。ん？講義が中止になってしまった。まあそもそもハンターはもうこの学校からはいなくなったけど。うん。まあ応援する手紙だね。誕生日？はあ。ああ、でも一緒に戦おうって言ってるね。復讐を覚悟しろ。アブーサラックスじゃん。グウェンは取りに戻れるのかな。パソコンがなくなってる。目下調査中ってことかな。グウェンが追い出されてみんな大変だね。うん。TA って誰？よし、会話しよう。あれってサフィーの原稿？あのグエン。マックス、いらっしゃい。
私に何か用？実はサフィーのことについてちょっと話が。ここは単刀直入に、サフィーの本の出版を止めてますよね。たく。でも私にはわからないんです、理由が。どこまで話していいか、答えられる範囲で。よかったら何を知りたい？本を出す、それはサフィーの夢でした。中止すればどれだけショックか分かってたはず。もちろんよ。私だってサフィーが本を出版できるように手を尽くした。エージェントや出版社に紹介して売り込んで、後悔はしてない。あれはいい本だった。ますます頭がこんがらがってくる。じゃあなんでだ？どういうことですか？最初はサフィーに協力したけど、後になって取りやめた？そうするのがベストだと判断したから。それが面倒を見た者の責任。答えになってないな。じゃあ担当には何と言って出版を中止させたんですか？それは炎上間違いなしの内容が含まれてるからって。出版されれば大勢が傷つく、サフィ本人もね。サフィの本が炎上するんですか？なぜ？どんな内容です？ああ、曖昧な答えでごめんなさい。全てを話せたらいいんだけど、サフィーからマヤ・オカダのことは聞いてた。グウェンの方から確信に触れてきた。いや、サフィーからは聞いてないね。とはいえ初めて聞く名前でもないが、初めて聞く名前としとこう。マヤ・オカダ、初めて聞く名前です。サフィーは秘密主義なところがあるからな。あの子たちはまるでシャイニングの双子みたいに、いつも二人一緒にいた。そこに、ビンって子もいた。金魚の糞みたいに二人の後にくっついてた。でも、マヤは死を選んだ。サフィーはそのことを本に書いたんですか？自殺の理由から何もかも。親友を失ったサフィーは母親も大学も憎むようになった。もう二度とヤスミンとサフィーにあの時と同じ思いをさせるわけにはいかない。以上、正しいかはさておき、そう決めたの。マヤのこと、ヤスミンにも聞いた方が良さそう。うまくやらないと。最後に一つ。それって、サフィーの原稿ですか？その一部だけど。読んでも？あんたなら。語られない娘たち。あんなことの後でサフィーの原稿を読むと、詩だよね。なんだか津波に飲まれたような気分。うん。はい。彼女って言ってんのがマヤのことだな、きっと。
彼、誰だろう。まあでも、まあ一部とはいえ、これでマヤと特定できそうなもんなのかね。まあ見る人が見ればって感じなのかな。マヤの身に起きたことには何か大きな裏がありそう。ヤスミンに話を聞いてみよう。